はい、こんにちは、たくんです。今日は塩野義製薬についてご案内したいと思います。塩野義製薬は20日開発中の新型コロナウイルス感染症の飲み薬について、今猛威を振るっている変異株のオミクロン株2番の有効性が期待できると明らかにしております。年内に厚生労働省に承認申請することを目指して、最終段階の臨床試験治験を実施しています。開発中の飲み薬は錠剤のタイプで、自宅などで療養する軽症者向け、1日1回5日間服用することを想定しています。試験管での実験ではオミクロン株でもウイルスの増殖を抑えることができたといいまして、有効性が期待できるとされております。重症化を防ぎ、発熱や咳などの症状を改善できる見込みです。9月から飲み薬について2000人を対象にした最終治験を実施中、すでに生産を始めていて、3月末までに100万人分の生産を完了させる計画です。同社は他にコロナワクチンの開発も進めており、今年の3月までの実用化を目指しており、オミクロン株にも対応したワクチンの元となる抗原の設計を完了させたとおっしゃっております。国産ワクチンなんですけども、去年12月17日に放送されたガイアの夜明け、ワクチンの真実独占取材、国産開発の全貌で、日本人の約8割1億人以上が新型コロナワクチンを接種しておりまして、打っているのは未だ外国産のワクチンです。国産はいつ打てるようになるのか、国民の意識も高まっています。会員数が96万人以上いる被験者募集サイト生活向上ウェブには国産コロナワクチンの治験に応募が殺到し、希望者は2万7000人にも上ります。サイトを運営する会社の代表はここまで希望者が殺到する治験はないと驚いています。現在開発中の主な国産ワクチンは5つありまして、 VLPT ジャパンの赤畑代表、赤畑さんは京都大学大学院を卒業後2002年に渡米、国立衛生研究所を経た後アメリカでワクチンベンチャーを立ち上げ、がんやマラリアのワクチンを研究しています。2022年コロナワクチン開発のため VLPT ジャパンを設立。そんな赤畑さんが作る次世代型ワクチンレプリコンは抗体を作るという通常のワクチンの働きに加え、体内で自己増殖するのが特徴です。ワクチンが増えることで多くの抗体を生み出せるため、接種量が少なくて済み、副反応の恐れも低くなります。また約1ヶ月で体内から消えるまで、いつまでも増える続けることはない。原料が 127g あれば日本人全員、1億2000万人に接種できるといい、2022年承認申請を目指しています。VLPT ジャパンが挑むのは最初の治験で、10月半ば大分医学部附属病院で約40人にレプリコンが接種されております。塩野義製薬も早くから開発に取り組んできた国産ワクチン第1号の有望株で、組み換えタンパクワクチンはコロナの遺伝子をもとにしたタンパク質を培養して作ります。インフルエンザワクチンなどすでに確立されたの手法で、去年に最終治験に入り、2022年、今年3月までの供給開始を目指しています。有効性と安全性のバランスがとてもよく取れていると自信を覗かせています。インフルエンザワクチンのシェアトップを誇る製薬会社 KM バイオロジクスも実用化まであと一歩に迫っています。着手しているのはウイルスをもとに作る不活性化ワクチン、大型の培養槽に入った動物由来の細胞に新型コロナウイルスを感染させ大量に増やすというもので、増えたウイルスを薬剤で無毒化し、不純物を取り除く生成の工程を経てワクチンにします。小児用の定期ワクチンは不活性化ワクチン、安全性は一番高いはずで、コロナウイルスに対しても安全性は担保できると話しています。現在我が国では必然的な選択肢として mRNA ワクチンが選択されてきました。現在までの経過としては、腕の痛み、発熱、倦怠感などの副反応は従来のワクチンよりは多いという印象です。しかし重症抑制効果、発生抑制効果に関しては現在の時点では不活性化ワクチンに比べるとかなり高いと考えられます。
この遺伝子組み換えタンパクワクチンの良いところは、現在まで使われてきた手法で作られています。 B 型肝炎ワクチン、アメリカで発売されているインフルエンザワクチンなどがこの手法を用いて作られ、効果と実績があります。抗原となるタンパク質を遺伝子組み換え技術によって作り出し、大腸菌、酵母菌、動物の細胞を利用して増やした後、生成したものを摂取します。生ワクチン、不活性化ワクチンに比べて、ウイルスをそのものを使用しないので副反応が起こりにくいと言われています。ただ今までの歴史を振り返ると、有効率に関しては mRNA ワクチンよりは劣る可能性が示唆されます。そのため、有効率を上げるためには、アジュバンドと呼ばれる免疫を不活化する物質をどのように選択するかが、抗原タンパクの有効性を確認した後に大事なポイントとなります。遺伝子組み換えタンパクワクチンの利点は、何より他のウイルスワクチンによる歴史と実績があることです。国内および国外における有効性と重症化抑制率の報告が待たれます。このワクチンなんですが、外部から侵入してくる細菌やウイルスなどの病原体に対して、免疫担当細胞が自己と自己でないものを識別し、自己でないもののみを攻撃することで体を守る仕組みを免疫と言います。免疫には自然免疫と獲得免疫があります。自然免疫は生まれながらに備わっているので、病原体が体に侵入してきた際に即時に働きます。一方、獲得免疫は後天的に獲得するもので、免疫記憶と呼ばれる仕組みにより、体に侵入してきた際に最適な武器を用いて対処することができる免疫で、この獲得免疫の仕組みを利用した感染予防がワクチンです。ワクチンはよく治療薬と混同されることがありますが、両者は感染症に対して全く異なる働きをします。ワクチンは感染する前に接種するのが原則で、感染の防止や感染した時の重症化を防いだりする効果があります。一方、治療薬は病気にかかった時の症状を改善し治癒させるためのもので、混同しないようにしましょう。ワクチンで予防できる病気をBPD と言います。世の中にはたくさんの病気が存在しますが、中にはHIV や天狗熱のように、ワクチンがないために有効な予防ができず、毎年多くの命が奪われている感染症もあります。そんな中で予防のためのワクチンが開発 されているのが BPD です。ワクチンは子どもから成人まで有効なものがたくさんあります。病気の発症や重症化を防ぐ方法があるのに、ワクチンを接種しない、こんなもったいないことはありません。